はい、じゃあ始めていきますと思います、皆さんこんにちは。これから第4回群馬大学放送グームを始めたいと思います、本日の司会を務める、理工学部科学生物科学科4年生の江原武康と申します。まずは、本日の出演者の皆さんに自己紹介をもらいます。じゃあまず平山さんからよろしくお願いします。はい、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。群馬大学学生広報大使で理工学部電子情報理工学科4年の平山博夢と申します。本日のグームも、楽しく皆さんの役に立つ情報を発信できたらなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続き、あ、はい、どうぞじゃあ続きまして清水さんよろしくお願いします。はい、理工学部科学生物科学科3年になります清水桃香です。皆さんお忙しい中ズームに集まってくださりありがとうございます。役に立つ情報がお届けできるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ続きまして二宮さんよろしくお願いします。はい、医学部保健学科検査技術科学専攻新2年生の二宮かりんです。皆さん大変お待たせいたしました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、小山さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、情報学部2年生の情報学部情報学科計算技術科学コース2年の小山智奈です。今日はお集まりいただきありがとうございます。短い間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回は、この6人でお送りしていきたいと思います。今回のトークテーマは、大学生のキラキラライフになります。このテーマのもと、在学生の体験談をから、勉強とサークルなどの課外活動、また生活や通学の4つの柱でお話ししていきたいと思います。また事前に来た質問にもお答えさせていただきたいと思います。また、この放送中にも質問を受け付けていますので、逐次チャットで全体宛にお願いします。それではまず勉強に関しまして清水さんよろしくお願いします。はい、私が入学した時ぐらいからちょうどコロナが本当に猛威を振るっていて、なかなかキャンパスに足を運ぶことができなくて、で全面もうオンライン、1年間はオンラインという感じでした。で私自身もその高校からほぼその同じ学部学科に進んだ人がいなかったので、その周りに気軽に聞ける人がいなくて、でなんか最初結構その、まあ、履修登録とかも難しいんですけど、パソコン の, そのセットアップじゃないですけど、なんか準備したりとかっていうのも結構大変で、でもそれを聞ける人っていうのがなかなか周りにいなくて、で全部なんかこう自分でやらなきゃいけないっていうプレッシャーみたいなものですごく心細かったんですけど、でもそうやってこう自分の力でなんかやり遂げることをしたので、ちょっとこうなんかパソコンとか機械にもこう強くなれたりとかっていうのもあったので、それはなんかこうある意味いい点だったなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。続きまして、小山さんよろしくお願いします。はい、私たちの代は入学してすぐの時はまだ対面が週 2,3 ぐらいあったんですけど、それでも途中から、まあ、もう5月ぐらいにちょうど緊急事態宣言とか出て全面オンラインになってしまったので、その最初のちょっと対面があった時にできた友達と連絡を取ったりしながら授業で分かんないとことかそういう話はできたんですけど、でもやっぱりほとんどがオンラインで、その全面オンラインじゃなくなった後もやっぱその交流する機会が少ないので、
友達作りという点では難しかったですね。で、授業内容で分からないところとか、まあ、試験範囲とか課題の提出期限とかはやっぱ友達と確認したりするのが大事だなって思ったので、私たちの時代はまだその最初にちょっと対面があって友達ができてっていうのがあったのでよかったんですけど、清水さんの時はすごい大変だったんだろうなって思います。以上です。ありがとうございます。まあ、そうですね、今年の新、今度の新 2,3 年生の方々は、まあ、コロナ禍の影響をすごく大きく受けていたので、まあ、友達作りという点ではすごく大変だったと思います。続きまして、サークルなどの課外活動に関しまして、小山さんよろしくお願いします。はい、さっきの話とも少しつながるんですけど、やっぱ入学当初は、まだサークルの新歓をギリギリできる時期 で興味あるサークルに結構いっぱい行ってたんですね。でそこに実際入ったサークルもあれば入らなかったサークルもあるんですけど、その体験の時に他の学部学科の1年生もたくさんいたので、そこで出会った友達で今でも連絡を取ったり一緒に遊んだりっていう人がいるので、まあそうですね、その友達作りというのでは一旦行ってみるっていうのをすごいお勧めします。そう、はい。友達ちゃんはいくつくらい新歓行ったの？何個だ、最初目星つけてたのが音楽が好きでギター弾きたいって思ってたので、それギター関連ので 2,3 個と、あとなんか体動かせる場所が欲しいなって思って何個かな、そっち2個とか3個かな、めっちゃ行ってんね。最初行ったところで出会った子になんかそれでちょっと仲良くなって、で他のとこ行きたいから一緒に行かないって言われてついてったりって感じです。はい、ありがとうございました。年間行事がそのどこで見られるのって出演質問がちょっと来たんですけども、これは、各学部ごとにそのホームページがあるので、そこでその学年歴という形で載っていますので、まあ、確認してみていただけるといいと思います。次に、生活に関しまして、平山さんよろしくお願いします。はい、じゃあここからは私生活についてちょっと自分の経験談話したいなって思うんですけど、大学に入学するタイミングで自分は一人暮らしを始めたんですけど、本当に一人暮らしって自由度がやっぱり高くって、あんまり時間とかの拘束もないし、なんか好きなところに自由に行けたりするのもあったりして、あとはお金の管理とかも全部自分でやるようになったので、特に自分はお金のことで結構苦労したことがあって、やっぱ大学に入ってからいろんなところでかけたり、あとは自分が買いたい服買ったりとかするので、一時期めちゃめちゃ散財しちゃって、本当に貯金ゼロみたいな感じになっちゃった時があったんですよ。本当にそれでもうご飯も食べれないみたいな感じになった時もあったりして、それで本当に大変だったなって思う時期もあったんですけど、そういう時に同じ一人暮らしをしている友達の家とかに行って、ちょっとご飯作るからちょっと一緒に食べようよみたいな話をしたり、なんかどっか出かける時に車出してもらって一緒に乗せてもらってみたいな感じで、結構友達と協力してそういったところを乗り越えられたのかなっていう思うところがあったんで、とりあえず一人暮らしを初めてする方、お金の管理の注意と共に乗り越えられる友達作りをぜひ頑張ってください。自分からは以上です。ありがとうございました。じゃあそうですね。じゃあ次、二宮さん、よろしくお願いします。はい。事前質問でスイートミルクさんから、寮の生活は窮屈ではないかという質問をいただきましたので答えたいと思います。質問ありがとうございます。共同教育学部に入学予定と書いていただいたんですけど、ちょっと私の友人、医学部の方の寮に入っている友人に聞いてみたので、その回答を
お伝えしたいと思います。と結論としては楽しく過ごせる、みんな優しくて仲がいいそうです。確かにその入ってる子もたくさん活動して楽しそうに過ごしてるので本当だと思います。とただ毎週月曜日に集まりミーティングがちょっと遅い時間にあったりだとか、月1回に委員会があったり、と新入寮生は上級生の部屋に上階生の部屋を回って挨拶回りをしたりするそうで、そういう点では時間が拘束されちゃうかもしれないそうです。ただと他の学部と関わりを持つことができたりだとか、あと掃除部当番とかもあるらしくて、一人の寮生として責任感を養えたり、あと協調性も養われるそうです。とあとネガティブなポイントとしてはと壁が薄いそうです。多分これは普通に生活してたら大丈夫だと思うんですけど、聞いたと今回は参加してない川島さんという子なんですけど、ミュージカルをやっててすごい歌を歌うから多分それが歌えないので窮屈っていうことは言ってました。でも多分普通に過ごしてれば楽しいことの方が多いので、多分窮屈には感じないのかなと思います。ありがとう。あ、すいません、はい、一人暮らししてても普通のアパートじゃ結構壁どこでも薄いんで、多分分からないね。分かるっていうのがそもそも、まあ、分からなくはないかな。うん、そうだね、その隣人の人の隣の部屋の人の音とかたまに聞こえてきたりね、そういうことあるからね。あと歌とは全然関係ないけど、自分は隣の部屋に住んでる人がそのオンラインの授業でなんか授業ですごい騒いでたらしくて、その授業の声が聞こえてくるみたいなのがありました。なるほど、うん、他にエピソードとかありますか？そういう平山さんはそういうの聞いたときイライラとかしなかったですか？まあ、正直イライラはしますよね。けど多分自分もなんか人と喋るときとか、一人でなんか自分の部屋いるときとかもちょっと騒いじゃうところがあったりするから、まあ、お互い迷惑かけ合ってるって考えれば、なんかその隣の部屋の人も大学生っていうの分かってたから、まあ許してくれって思いながら一応ね、その他の人たちには迷惑かけないように注意しながらも、お互い様なんかなって思いながら過ごしてましたね、自分は。そういうの大事なんですね。そうですね、はい、私も一軒家ですけど歌えば響きますよね。そうですよね。じゃあとありがとうございました。だいたいこんな感じで、あのよ、まあ、4つの柱に分かれてその在学生の体験談を話すお届けさせていただいたんですけども、まだまだある、ごめん、全然4つじゃないですよ。そうだった、4つじゃなかった。じゃあ最後、ダメだから申し訳ない。ちょっとじゃあ最後にその通学に関して、二宮さん、もう一回お願いします。はい、はい、マロンさんから質問いただきました、ありがとうございます。と車で登校する生徒はどれくらいいますかという質問をいただきました。と医学部、私が所属している医学部は1年生の時は車で昭和キャンパスに通うことはできなくて、と2年生から申請をして年間4000円ですねが必要で、私も今年から頑張って通学しようかな、車で通学しようかなと思ってるので、つい最近申請を終わらせたところです。とちょっと何人くらいいるのかわからないんですけど、と駐車場はたくさんあるので、距離となんか自分の情報を申請すれば車で通うことはできるのかなって思ってます。他の荒牧キャンパスとか桐生キャンパスは申請するだけでお金を払わずに使うことができるそうなので、そういう情報ももしかしたら更新されるかもしれないので、ぜひホームページで確認していただけたらなと思います。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。そう、申請はしてね、しっかり。じゃあそうですね、一応じゃあ、この4つの柱に沿って在学生の体験談をお届けさせていただいたんですけども、ちょっと私からも一つお話しさせてもらってもいいですかね。ぜひ。残りのあとで。まあ一応今お話ししていただいた方とかほとんど新 2,3 年生の方なので、オンライン講義がメインだったと思うんですけど、僕と平山さんの時は普通に大学でその授業を受けていたので、まあ、普通の対面講義だったんですけど、その大学の講義とかはそのテストとレポートとまあたくさんあるので、まあ最初の方は混乱しやすくて、あとこう周りにいる人とかとうまく情報とか共有し合えるといいかなと思います。ありがとうございました。そうですよね、なんかそう対面の授業がもしかしたら今年は増えていくっていうふうに聞いてるんで、そうなった場合に授業ごとに期末でテストをやりますっていうところがあれば、最後にレポートをまとめて出してくださいっていうのもあるし、授業ごとにこまめにレポート出してくださいみたいな、いろんな評価の取り方が授業ごとにあるんで、そこはちゃんと確認してやんないと、成績がバーンっていきなり落ちちゃうみたいなこともあるんで、そこは気をつけてください。ありがとうございました。一応まあ以上でお話体験談を終わりにさせていただくんですが、何か質問等はありますか。手を挙げてられている方は質問ですかね。おそらく質問だと思うので、まあもしでしたらチャットの方にお寄せいただけるとありがたいです。じゃああともう一つ届いてる質問に答えてもいいですか。はい、ですね、チョリーさんから質問いただきました。ありがとうございます。iPad やポケット Wi-Fi を購入すべきか迷っています。私は自宅から通学するのですが、例えば1日の授業が1限目は対面、2限目がリモートだとしたら受けられないのではないかと心配です。その場合あった方が良いでしょうか。なくても問題はないでしょうか。またその場合2限目は授業を受けられる教室ありますか。 iPad は使っている先輩がいたらあるとどう便利とかお話を聞きたいです。いただきました。まずポケット Wi-Fi について、私も自宅から通ってて1限目対面で2限目リモートとか1年生の時あったんですけど、そういう時はちゃんとどこのキャンパスでも空き教室っていうのが設けられていて、その指示に従っての場所でリモートは受けられて Wi-Fi もつなげることができるので、ポケット Wi-Fi はなくて大丈夫だと思います。と iPad について小山、ごめんなさい間違った。お願いします。iPad は私も2年生ぐらいから使ってるんですけど、と1年生の時にその、まあ、1人でオンライン授業をこう黙々と受けてたわけなんですけど、その毎回 PDF で資料とかが配られていて、でそれをその印刷しコピーかけて、で授業の時に用意してそこに書き込むみたいなのをしてたんですけど、なんかまあ私の管理能力がまずないっていうのもあるんですけど、もうどの授業にこのどのプリントだったか分かんなくなってっちゃって、でもうどんどんそのプリントだけが溜まってっちゃって、テスト前とかにあれどれだったっけってなって混乱しちゃったので、2年生から iPad を使い始めたんですけど、なんかその PDF とかの資料をそのまま iPad にダウンロードして、でそれをこうノートのアプリ、例えばなんかワンノートだっけな、マイクロソフトのなんかそういうノートとかを管理できる書き込みができたりするものがあるんですけど、そこに読み込んで、で先生が言ってくださったことをこう情報として書き込んで、で iPad の中に保存できるみたいなので管理をし始めたら、
構そのファイルとかも分けられるので、この授業だったらこれ開けばもう大丈夫みたいな風になったので、そのプリントとかが多いっていうのもあるんですけど、 iPad にすると、資料整理が便利になるかなと思います。以上です。清水さん、ありがとうございました。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です。 iPad 自分で買いました？いや、父親からなんですけど。いいですね。はい、自分だと結構あれですよね、その、うん、高めな高いね、年齢になりますよね。でもあったらすごい便利だなとは。この場面自分も何回かあったんで、もし持ってる人とかいたら有効活用ぜひしてもらいたいと思います。私はもともと実家でなんか動画見るように使ってたちょっと古めの iPad があって、それを奪ってきたの で、 でオンライン授業の時になんか情報学部だとなんか実際に手を動かして作業してみましょうみたいな、Excel の授業とか、ね、あとはプログラミングの授業とかの時に一つのパソコンで Zoom に入りながら作業するポストを開くと、もう画面が小さくて何やってるか見えなくなるんで、そういう時に iPad で授業入ってパソコンで Excel 開いてみたいなのをやってたので、そういう時には便利だなって。いいですね、確かに、うん、思います。そうですね、僕は今ちょっとこの配信はちょっと iPad で、iPad タブレットでやっておりますが、まあ、だから倒れるんですね。そうですね、ちょっと手で押さえていますが今、手で押さえてるんですか。手で押さえてる、原始的な。それでなんかこんな感じで Zoom もこうやって iPad でつなげるからいいなって思ってて、ちょっとパソコンは壊れてしまったので、まあ、このパソコンが壊れた時もなんかすごいいいかなって。あ、確かにそうですね、なんか急に壊れちゃったり、例えば Wi-Fi がなんか定期的にダウンするんですよね、そういう時になんか替えの何かがあるとすごい助かります。そうですね、ちょっとスマホでやってたんですけど、あのサイズがちょっと小さくて、うん、あ、そうですね、あと俺のスマートフォンはすぐ充電がなくなるから、ちょっと不向きというか。そうです、そんな感じですね、はい、あと iPad はね、 iPad はその書き込めるからね、なんかプリントになんかタッチペンとか使って書き込むことができるって、以前その清水さんが第1回の時におっしゃっていた。あ、そうですね、話しましたね。アップルペンシルとかがあるんで、それもまああるとより書きやすいのかなと思います。もう印刷しなくてもいいっていう紙を、うん、まああったら便利って感じですよね。そうですね、あったら便利、なんか、うん、やっぱ身を削って iPad を買うのはちょっと良くないかもしれないけど、そうですね、あったらいいなっていう感じですね。はい、そうみたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問来てるみたいなんで、はい、岩田さんの方でちょっと紹介してください。じゃあ読んでいきたいと思います。県外のものなんですが、実際に通ってみた荒牧キャンパスの印象をお聞きしたいです。これどうこれは一応じゃあ平山さんからとりあえずお願いします、うん。そうですね、自分が1年生の間は荒牧キャンパス通ってたんで、ちょっとはお答えできるかなって思うんですけど、一番の印象としてはやっぱり、まあ、自然が多いなっていう印象はまず第一にあって、ただそれはなんだろう、田舎臭いとかそういう意味の感じではなくて、ちゃんと設備はしっかり整った上でもちゃんと自然が特にしっかりしてるなっていうのがあって、特に自分が入学した時の話なんですけど、やっぱりこの今の時期とかだと桜の木がすごい、桜が咲いててすごい綺麗だなって思ってて、その時にやっぱ群馬県ってちょっと特殊な気候っていうのもあって、この時期に雪が降ったりする時も
あって、その自分が入学した時に、入学して4月の半ばぐらいに桜すごい満開のタイミングで雪が降って、雪が降ってる中桜が散ってるみたいなところがあったりして、そういった自然が感じられるのが荒牧キャンパスの印象として一つあるのと、やっぱり大学だからっていうのは、これは多分他の大学とかも一緒だと思うんですけれど、大きい建物があって、その中に広い講義室があって、その中にたくさん生徒が入って授業を受けるっていうのがなんかすごい新鮮で、一つ荒牧キャンパスには教養科目とかでよく使う大きい大講堂みたいなところがあるんですけど、そこなんかで授業を受けるときはなんかよくわかんないけど、すごいこんな大きいところにいっぱい人が集まって授業を受けてるみたいな、ちょっとした感動みたいなのもあったんで、そういったところは楽しめるのかなって思います。自分からは以上です。ありがとうございます。じゃあ僕からは、そうですね、まあ食堂がとにかく広いってとこですかね。なんかまあ結構大学がある時期だと結構たくさん混むんですけど、まあその食堂ですごくご飯食べるときに、まあ、ものすごい人がいて、まあ、すごいびっくりしたかなって思います、うん、あとはその全体的にそのなんだろう、広いというかちょっと広くて、まあ、まあたまにちょっと、まあ、迷子になったりとかちょっと心配とかあるんですけど、そういうとこ、そういう魅力とかもすごいあって、あとまあグラウンドとかもすごいありまして、あと、まあ、建物とかもすごく、図書館も、まあ、ありつつ、そのまあ、まあ、教育学部の人たちの塔と、あの社会情学部の塔と、普通の教養の塔と、たくさん建物がすごくあるかなって思います。自分からはそんな感じです。小山さんどうですかね、あります？はい、なんだろう、まあ、さっきの平山さんの話ともつながると思うんですけど、ザ・大学っていう、なんか分かりやすく大学のイメージ、大学のキャンパスのイメージと近いなって私は思いました。例えば医学部のキャンパスって2年生から昭和キャンパスってとこに移るんですけど、ここはなんか本当病院って感じですよね、かりんちゃん。そうね、なんか昭和キャンパスも大学のキャンパスではあるんだけど、それ病院感が強いのに対し、荒牧は本当に大学のキャンパスだな、ちょっと語彙が分かる、めっちゃ気持ち分かる。実際に見てもらえれば伝わると思うんですけど、なんか季節すごい分かりやすいですね。今日もキャンパスちょっと行ってきたんですけど、桜が満開で、うん、私も行った。秋になると紅葉して、冬になると葉っぱ散ってみたいな季節を感じられるキャンパスだなと思います。以上です。そうですね、僕ら理工学部のキャンパスもどっちかっていうと大学というよりは、何だろう、研究機関みたいな、うん、研究所みたいな感じなので、まあ、本当に荒牧キャンパスがその大学らしさが結構出てるなって俺も思いました。キャンパスごとになんかちょっと特徴が出てるっていう感じはありますよね。そうだね。まあ医学部キャンパス、あ、どうぞ。なんか飛龍キャンパス写真とか動画でしか見たことないですけど、なんかかっこいい感じの外観、近未来感を感じるんですよ、私的に。なんかビル、建物が、なんか荒牧に比べたらなんかビルっぽさがあるのはあるかもしれない。ね、確かに、うん、なんか四角い建物みたいなのが多い。そうですね。塔すべての建物が高いかなと。そうですね、その中になんか研究室だったり講義室なんかがあったりだと、まあ、僕の研究室もちょっと、その建物の中のとこにあるんですけども、そうですね、本当に多分建物自体は高いかなと思います。なんか
昭和キャンパスは、まあ、本当に大学というよりはなんか病院みたいな、病院みたいな感じで、病院の隣だからですね。そうですね。今桜が満開なので、なんか桜並木で昨日行ったらすごい綺麗で写真いっぱい撮りましたけど、今だけなのでぜひ皆さんももう少ししたらオリエンテーションとかも始まりますよね。荒牧キャンパスの周りは結構少し歩くとお店がいっぱいあっていいなって思って、うん、昨日も友達と荒牧キャンパスから歩いて15分くらいのところのイタリアン食べに行って、あ、ここら辺もっと開拓したいって思いました荒牧キャンパスの周り結構ご飯屋さん多いからありますよね。楽しいです。そういう面でも楽しいかもしれないですね。キャンパスでいろいろ回ったりとかも。ぜひ行ってみて、見てもらうのが一番早いかなっていうのは思うんで、ぜひ見に行ってみてください。あとは TikTok にもあのキャンパスの動画を流してるので、よかったら見てください。うまい入れ方が。宣伝が。今そうね、TikTok で。たくさん見られるからね、うん、ちなみに俺が高校生の時は TikTok なかったんで大変だ、わざとかなって思ってる。いやわざとじゃない、本当に本当に声に落ちてます。いい落ちになってるんでいいと思いますよ。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。アルバイトをしている方は、どれくらいの頻度で、どんなアルバイトをしているかを教えてください。これどうしましょうかね。小山さんどうでしょうか。はい、私は飲食店でバイトをしてて、で1年生の5月から始めたんですけど、最初は週3、4ぐらい、平日1か2の2で夜働いて土日昼間働くっていう感じだったんですけど、まあ、その後働くにつれて都合を良くしていった結果、今は土日だけ、土日の朝から夕方前とかちょっと長めに土日働いて、平日の夜は働かずに自分の勉強だったり友達と遊ぶ時間にっていう感じにしてます。ありがとうございます。飲食やっぱ忙しいですか。はい、あ、飲食忙しいですか。飲食は忙しいですね。その私のとこは特にあの回転が早いところで、あ、なのでなんだろう、忙しくて手動かしまくってたらバイトの時間が終わるみたいなのがいいタイプの人はおすすめなんか自分の働き方、どういう場所がいいかなっていうのも考えた上で選ぶといいかなって思います。他の方はバイトどうですか。うん、じゃあ平山さんちょっとお話ししてみてよ。はい自分は今ガソリンスタンドでアルバイトをしてて、だいたい週に4日、多い時は5日とか結構多めに入ってて、まああの何だろう、授業が割と落ち着いた時期になってから始めたバイトなんで、それで時間だいぶ取れてるっていうのもあるんだけど、やっぱり学業との両立っていう面では自分はあのやっぱり学校の授業の方をとか課題とかを優先したりしてシフトは組めて、だいたいどこのバイト先もシフトの融通っていうのは聞かせてくれるところが多いんで、そこはあの自分でこうしたいっていうのがちゃんと伝えれば大丈夫かなっていうふうに思ってて、で仕事バイトの忙しさ的な感じで言うと、やっぱりガソリンスタンドって体張る仕事なんで結構そういうところでは、まあ、ずっと外に出てなきゃいけないし大変なところっていうのはあるんですけど、まあそれでもあの小山さんと同じように、なんかずっと仕事に集中してたら時間あっという間に過ぎることが多いんで、そういったところは同じなのかなって思います。
そうだね、スタンドは基本車持ってる人しか来ないからね。うん、そうですね。窓拭いたりとかするんですか？どういう仕事が？窓拭いたり、あとはあのセルフのスタンドじゃなくて全部やってるスタンドだから、こっちでガソリン入れたりとか、あとはあの普通に車のちょっと点検してほしいなってお客さんが来たりとか、洗車したいなっていう風に来た人のものをやってあげたりとかっていうのをやってます。すごい。なんかバイトを通して車の知識とかも得られたりするんで、なんかバイトしながらいろいろあんまり興味もともとなかったことだけど勉強できてるのは楽しいなって思いますね。菅原さんバイトしてないんですか？バイトはちょっと最近始めたんですけど、うん、塾の方で個別 を始めたんですけど、あの基本的にはあの、高校生とか中学生 あの勉強を見てるみたいな、まあそうですね、な問題とか、まあ、課題とかやってもらって、それをただ見守ってるっていう。まあ、ちょっと塾校、ごめんなさい、はい、あ、いいよいいよいいよ。でも塾校とか家庭教師って結構大学生人気ですよね。そうだね、周りにやってる人が多いイメージが。たまになんかこう募集というか、やりたい人どうですかみたいなのをこうクラスの LINE とかでも来たりするので、人気あるんだなと思いますね。私のイメージだとあんま、なんだろう、がっつり一日に長時間働くとかができないっていうイメージがあって、うん、その分ちょっと時給高いのかなっていう印象が。それもなんかライフバランス次第かなみたいな。そう、実際江原さんどうなんですか？シフトとかなんかコマスで時給とか、この辺の時間とのバイトの時間とのその使い方とかって、実際どんな風に時間使ってます？いやでも基本的には今は前日になんかこの時間でじゃあ来てくれね、来てほしいんだけどって言われて、うん、まあ、その時間を担当するみたいな。大体どれぐらいですか？何時間とか？まあ1時間半ぐらいかな。なんか大体中学生とかって来るの大体7時とか、うん、まあ高校生でも、うん、高校生でもそんぐらい。まあ基本的にそうだね、平日と、なんだろう、平日の昼間とかは基本的に中学生とか学校行ってるので、高校生とかは、まあ、夜がメインかなと思います。なるほどです。自分の時間に合った夜が良ければ夜だったり、逆にその次の日の大学にかぶったりこう影響が出ちゃうなら昼間っていうのが大事ですかね。もう本当に私はバイトしてないんですけど、こう社会経験積めるのはやっぱバイトのいいところだなって思うんで、やっぱそうですよね、いいなと思います。それだけですけど、やっぱ2年生になっちゃうと忙しかったりもするので、やっぱ1年生はぜひやってみるのもいいのかなと思います。そうだね、うん、俺も多分最近になってから本当にかな、授業が少なくなってきてから。まあ俺の場合は多分単純にそのやってはやめて、やってはやめてを繰り返してたから、もしかして今たどり着いたのかなって思います。そうだな、清水さんとかどうでしょうか？はい、あ、バイトですか？はい、今はちょっと前くらいに辞めちゃったんですけど、なんか同じ江原さんと一緒で塾講師をやってて個別のとこだったんで、そうですね、確かに平日は忙しかったんで、なんか2コマとかぐらいで、1コマがだいたいやっぱ80分とか90分とかそれぐらいで、で平日だと2コマ入ったりって感じでバイトはしてました。はい。
教えてたんですか？生徒さんに教えてたり。そう、あ、そうですね。あ、いいですね。教わりたい。めっちゃ嬉しそうだし。結構小学生とか中学生とか、なんかあんま高校生とか見なかったので、なんか学校で流行ってることとか聞けるのが私も楽しくて、なんかどん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 脱線して、なんかアニメの話とか最近流行ってることばっか聞き出しちゃって、ちょっとなんかあんまりまともな先生じゃなかったのかなって思って。え、でもその話できるの、いや俺はなんか経験したことないな。俺ただなんか勉強見てるのじっと見守ってるだけだったっていう。あ、そうなんですね。終わったら話しかけたりとか、いやするのがいいんじゃないですか。確かに。いや、なんかもうそこはなんだろう、見守ってるっていうか、見守りスタイル。みんな静かみんななんか静かにしてるというか、なんだろう、俺が言ってるところはなんか隣でその授業とかやってるから、それがあんまできないっていう。そうですね、まあ俺はなんか高校生とかも教えたりしてるんで、はい、高校生とかもそうですね、教えたりしてて、まあちょっと、まあ今日も教えることになるんですけど、ちょっとまあそうですね、久しぶりにちょっと やりだしたものもあって、まあ難しいなって感じたこともありましたね。確かにそうですね、なんか自分の復習にもなるっていうか、なんか久々すぎて、あれどんなだっけってすごいテキストとか見てちょっと焦りながらも、なんか自分もすごく勉強になったんで、結構、頭も使うし、なんか大変っていうほどじゃないのかもしれないけど、でもやっぱり生徒さんを見てるっていう、そこの責任も発生するので、自分もいつも緊張感を持ちながらも、でもおしゃべりしちゃうみたいな感じでしたね。可愛いですよね、みんな。なんかいや、もうそうなんですよ、本当に、ね、いや中学生とか見てみるとね、なんか俺にもあんな時期があったんだってもう10年以上前の話だけど若返りますか、心が。若返りますか気持ち的に。そうですね、気持ち的には何かあるかなってだって小山さんと二宮さんなんてまだ4年ぐらいしか、5年もくらいしか経ってないもんね。中学生なんてまだ5年前のくらい。そうですね、確かに5年前でも十分もうなんか料理の目線ですよ俺その場合の10年だからねうん、パソコンは必須ですよね。そうですね、私1年しか経ってないですけど、壊れたらどうしようってなんか毎日不安を感じてます。なんかスマホもですけど、もう壊れたら全部データがみたいな。特にパソコン使えるように、新型コロナ流行ってからパソコン使う頻度増えましたからね。もうなんかそうですね、ずっと画面見てるから、なんかもうそれで頭痛くなるんですよね。わかります、わかります。本当に確かに、俺とか平山さんはね、そう流行る前とかはね、ずっと先生の顔を見てたけど、うん、そうですね、オンラインになってからなかなか先生の顔を見る機会は減ったかもしれないですね。実際会った時びっくりしますね、なんか。びっくりします。あ、こんな人だったかな。違うみたいな。本物やって。うん、なんか芸能人に会った気分になる。アイドルで初めて。本物だって、なんかありますね。そうだね。うん。まあ、そんなところでも時間も結構経ってきて、そうですね、うん、はい、じゃあまあ質問とかもないみたいなので、じゃあここで終わりたいと思います。
それでは、まあ、ここまでのご視聴、ありがとうございました。まあ、よければ群馬大学公式 YouTube チャンネルと各種 SNS のフォローをよろしくお願いします。また学生広報大使独自で TikTok もやっていますので、そちらもチェックよろしくお願いします。今回のアーカイブは明日か明後日には公開される予定なので、 YouTube の通知をオンにしてお待ちください。次回の第5回放送につきましては4月13日の20時から予定しておりますので、そちらもよかったら確認してください。放送内容については、履修についてやりたいなと思っています。情報学部2年の小山と検査2年の二宮、看護2年の川島の3人がお届けします。履修登録とか単位って何だろうっていう話についてぜひお話しできればいいなと思うので、まだまだそういったことも知らない新入生の皆様もぜひ聞いていただきたいなと思うので、ぜひご参加ください。予定は変更される場合がありますので、群馬大学のホームページや各種 SNS、GOOM のホームページなどを随時ご覧ください。それでは、次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。